はいどうも、パテモス協会でございます。というわけで今回はお久しぶりの車の方の動画となります。というわけで今回はこちらの車の顔、はい、顔の方をいじっていきたいなと思います。ですね、こちらの方のバンパーの下の方にあるあの通気口みたいなとこありますよね。あのバンパーの下、両端についてると、あそこね、ダミーなんですよ。ダミーというか穴も開いてないし、棒、横棒もなんかあのプラスチックの型で出しちゃうだけなんで、すごいダサいんです、あそこ。穴開けてもよかったんですけど、それをちょっと変えたいと思います。で、購入したのがこちらのもの。はい。もうバンパーごと変えてやろうかなと思いまして、パーツを買いました。実はこれプラスもう一個いったんですけどね、最終的には。はい。三つのパーツと、あとレンズですね。買いました。で、1週間後でございます。仕上がってきました。こんな感じです。ダミーの、エアダクトみたいなところが、はい、もうライトに変わりました。で、これタコマの、2001年から2004年だったかな。うん、そこの範囲のタコマのバンパーをつけてもらいました。はい。こちらのバンパーですね、ポンとはつかないんですけどね、ちょっとステーつけてもらって、つけた形となります。はい。まあ、こういう顔になりましたね。はい。そしてですね、ちょっと一つ気にならないのは、バンパー、メッキバンパーの上に一つのパーツ、これ後から足したんですよ。これがないと、隙間が空いて、入らなかったんですけど、うん、そこは嫌だったんで、あと中にこのちょっとグリルのモールを無理やり入れてもらったんですけども、結束バンドで付いてる状態で、この辺もちょっと変えようかなと。はい。まあ、そこのところ結束バンドを黒かなんかに変えて、バンパーの上の方の黒いところ、あそこもちょっとなんかしたいな。あそこがね、メッキだったらもうちょっとかっこいいんですけどね。まあ、ビフォーアフターはこんな感じになりました。はい、こんな感じでね。はい。やっぱね、鉄のバンパーがちょっとね、上にね、パーツが乗ることによってちっちゃく見えるんで、あそこをね、なんかちょっと加工したいなーなんてね、思っております。あとまあ、ちょっとバンパーの方も塗ります。はい。というわけで、パテモス協会でございました。